ポール・デュボアは、フランスの彫刻家、画家である、ルネッサンス期のフィレンツェの彫刻家の作品から影響された作風で知られる、デュボア・ピガルの名前で作品を発表したこともあった。ーブ県のノジャンシュル・セーヌで王室の役人、ノジャンシュル・セーヌの市長などを務めた人物の息子に生まれた。祖父母の兄弟に有名な彫刻家、ジャンバティスト・ピガルがいた。 法律を学んだ後、パリのエコールでボザールでアルマンテュさんに彫刻を学び、その後イタリアに留学した。1860年のサロンドパリに母子像を出展し、1863年にも2点の作品を出展し、この年メダルを受賞した。イタリアのルネッサンス期の彫刻から強い影響を受けた。1865年の作品、フィレンツェの歌手が、 サロンで名誉メダルを獲得するなどし、名声を得て、オマール公爵からシャンティ城に設置するアンヌ・ド・モンモランシーの騎馬像の依頼を受けた。なんとの聖堂のラモリシエール将軍の墓などが代表作である。アンリ・シャピュアレクサンドル・ファルギエールといった彫刻家や音楽家のジョルジュビゼの友人であった。フランス芸術アカデミーの会員に選ばれ、1873年からは、 リュクサンブール美術館の学芸員を務めた。1878年に、ウジェーヌ・ギオームの公認として、パリ国立高等美術学校の校長を務めた。学生には、ファビオ・ステッキーらがいる。1889年に、第1等のレジオンドヌール勲章、グランクロワを受勲した。ありがとうございます。